こんばんは、山城と申します。まあ今日ね、ちょっと遠征から帰ってきたところで、こっちの方のか先に上がってるのかな、わかりませんけどね、福井に行ってきた時にね、買ってきた揚げ餅ね、これをね食べていこうと思います。夜食がてらにね、もう夜中の1時ですけど、ですので、ね、ちょっと声はね変えないでね、ボソボソと喋りながらちょっとレビューを入れていこうかなと思います。足でいいのかな、よし、ついでにショートに使ってしまう。これね、結構汁がねかなり垂れてきてるんで、よいしょ、これでいいかな。おー、美味しそうだ、美味しそうだこれ。なんか焼く代わりに揚げてるらしいですけど、何なんだろうね。確かにちょっと衣みたいなのは薄くついてるんですよね。まあそのあたりも含めていただいていきましょう。ではいただきます。へー、すごいですね。あ、でエビデンスチェック用にね喋ってるのをね、またのおいおい出してきます。よいしょ。これはあの道の駅のところで買ってきたんですね。あは、うん、あ、熱々それだ、うん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 、あの厚揚げみたいになんかちょっと衣をまとってるのかな。うめえ、あ、これめちゃくちゃうまい。あ、はあ、うまいですね。結構食べ応えはですから、あの歯ごたえが強いお揚げのお米版みたいな、なんか不思議ですね。おかずにするというよりは確かに主食な感じですけど、これ思わずちょっと、まあ夜なんでね、思わず酒を食いってやってますけど、ウイスキーですけどね。中はお餅なんですね。すげえなこれ、あの猛烈にうめえぞこれ、やべえ、世の中にこんな食べ物あったんだ。揚げてるからでしょうかね、あの焼き餅みたいにビヨンと伸びないですね。餅自体は普通のお餅だと思いますけどね。油が増すから多分伸びないのかな。ラスト一個。普通の食事やってるけどね。ごちそうさまでした。止めたらダメだった。感想言わないといけないんでしたね。美味しいですね、これ。こういう発想あったのか。っていう。ああ、ね。これはなんか、もっと広まってもいい感じがしますね。タレがまた、結構味が濃い。甘辛タレなんで。カレーになって言ったよな。あのだから柿ピーの柿のお餅版みたいなぐらい結構味がしっかりとしてるんで、これ酒のあてにもいいし、お米ですからね、普通に主食おやつとしても汎用性高いですし、すごいいいですね。
マジか。ちょっとどのあたり壊れてるやつなのか、ちょっとまあ私もちょっと調べてみて、またね、分かったらおいおいと雑談とか、まあ何かしらで報告できたらと思っております。本当に美味しくね、いや大変美味しくいただきました。ごちそうさまでした。